4人はその精霊に使える語り部です。左から順番にムーミンの語り部、ハンさんの語り部、スクリーンの語り部、そして私がヤマンの語り部です。愛媛三三物語には4人の精霊たちが考えたイベントを彩る6つのコアな物語があります。それでは順番に物語を紹介させていただきます。まずはじめはムーミンの語り部です。この作りの物語サンサント工場芸術祭です。5月3日、4日、5日に開催します。工場に人の顔を映し出して繰り広げる工場のお芝居や、物作りの現場とアーティストがコラボするアーティストインファクトリー、工場が見学できるオープンファクトリーなどがあります。続いてはサンサン物語の第2話、子どもの物語小さなサンサントです。7月27日、28日、新居浜市に子どもが考え運営する子どもだけの町が現れます。子どもたちが社会の仕組みを楽しく学ぶことができるイベントです。27日には子育てしやすい地域について考えるシンポジウムも開催します。続いてサンさんの語り部が物語を紹介します。続いて紹介するのはサンサン物語の第3話、水の物語、水の都の夏祭りです。8月に救済場半人アートのお堀とその周辺を会場に開催します。お堀の水面を歩きながら水の世界を感じ、自然と一体となる水に浮く町アートプロジェクトと、内抜き水や石槌さんの氷を使った内抜き氷プロジェクトの2つのプログラムがあります。次はサンサン物語の第4話、山の物語、石槌山脈フルコースレストランです。4月から11月の間、石槌山脈で様々なプログラムを開催します。キャンプにアウトドアクッキング、リレーマラソンにフォトコンテストなど、山を普通に楽しめるコンテンツが揃っています。続いてサンサンの物語の第5話、東洋のマチュピチュといわれる別紙銅山の街跡でコンサートを開催します。地元出身のアーティスト石丸幹二さんが出演するスペシャルプログラムです。最後は炭酸物語の第6話、紙の物語、紙のサーカスです。紙の街四国中央市で11月に開催します。アーティストは日々の小杖さんがデザインと演出を担当し、プロのパフォーマーと地元の子どもダンサーによる紙のサーカスです。また巨大な紙のインスタレーション、壁と床に広がった巨大な紙の絵の中に紙のサーカスの衣装も展示します。以上が愛媛三三物語の6つの物語です。三島を巡るきらめく、きらめく物のこと探し、あなただけの物とことがきっと見つかるはずです。2019年4月20日から11月24日まで、新居浜市、海上市、四国中央市で開催される東予東部県域振興イベント愛媛三三物語、皆様のお越しをお待ちしております。最後までお聞きいただきありがとうございました。はい、それでは審査員の方をね、スタッフがお手伝いさせていただきますので、
グリーンコートとフローラルコートにてもうすぐ開幕愛媛さんさん物語 PR イベントを開催と思います。皆さんにはその場でこれから PR 隊が出題するクイズ丸か×かで答えていただきたいと思います。丸と思う人は大きく、じゃあ中村さんに丸を作っていただきましょう。こんな風に丸、そして×かなと思う方は×。はい、わかりやすく回答してくださいね。で、正解した方が続いての問題に答える権利がありますので、ぜひ皆様楽しんでください。頭の上に作ってみてください。
みんな知ってるって言いますよね。水引き作品の展示。出ます。